文化放送をはい、こんにちは、大竹誠です。今日はもう10月の30日、金曜日。今日のパートナーは室井ゆずきです。はい、私の横には大竹秀明です。よろしくお願いします。はい、そして金曜日はむっつりスケベの森です。アサビエスケベの江口です。ロブロックです。お願いします。なんて言った？はい、アサビエスケベって何だよ。はい、朝冷えますからね、最近。なあ、アサビエしてるスケベです。関係ねえじゃん、朝日昼ですからね。なんか元気がなさそう。そうですね。だから一方で、うん、そのね、関心はホットに。っていう感じで、朝日なのに、うん、スケベはホットだってことですね。そういうことです。はい、なるほど。太田さん、久しぶりですね。あ、1週間ぶりに番組に戻ってきました。ありがとうございます。中が4日間いないだけだけど、随分久しぶりな感じがね。そうか、私たちは変わらない。僕たちはね、あれだけども、太田さんは別のお仕事もしてて、はい。はい、どうでした？別のお仕事はどうなってるんですか？いや、まあ、まだまだ戸惑ってる日々なんですけども、まあ、例えば番組審議会といったものに初めて出させていただいて、有識者の方々のご意見聞いたりとか、あるいは経営会議っていうものに初めて出させていただいて、なんかよくわからない数字が並んでる資料を見せられたりとか。そんなのも。はいはい。おっかない。ちゃんとした会社員みたい。あれだよ、あの番組企画会議で私たちの名前が出たら手挙げていい人ですって言ってね。聞かれてないけど、とりあえず言っとくと思われる。これから来ると思います。いいです。そのなんか番組審議会っていうのもあるのか。すごいですね。それはちょっとこの番組的にはまずいよ。もう、もうちょっと頭の中が先週振り返っただけでもかなりまずいことがたくさん。何言ってんの、この番組にとっては良かったんじゃん。だってスパイがいるんだから。だ、うん、太田さん、まあ、私がスパイ。そう、ね、そうで、後ろでなんか良い気がしてる。二重スパイの可能性もある。あの番組はね、信じて。まあ人ごとみたいに笑ってますけど、ドブロックが一番問題ですね。どうも。世の中にお手柔らかに言われてます。地元温度で出てきてるんだから。いや、それはまあ番組審議会としては それをそのやってください、太田さん。定例会議でそれやってください、それを。地元温度を。そうか、二重スパイだから、お目付け役で金曜日に残った可能性だってあるよね、ドブロックの。はいはい、まあでもそこまで深く考えなくて、まあ週1回太田さんに会えるぐらいなね、はい、感じで、こう向こうのお仕事に差し支えない。本当、はい、はっちゃけてください。ありがとうございます。金曜日は、お疲れでは、お疲れではないですか。金曜はね、週の最後ですから。あ、いやいやいや、あのこの金曜日を楽しみに実はしていました。嬉しいですね。嬉しいですね。こうでもあれだね、一緒にそういうとこにいると一緒になってね、ちょっとなんかこう、うん、スケベな話で盛り上がったりすると、はい、ちょっと自制の心も働いてるにしちゃうのかね。やっぱ前よりも、うん、まあ、でも一言ここでいつもだったら突っ込んで言いたいって、それで一番最後太田さんが一番スケベだったみたいなので次に移行したりしてたじゃない。してましたよね。それはどうなんかな。でも就任した後でも、うん、その、うん、星ちゃんの、うん、そのあそこにあの三浦靖子さんの眼鏡が半分入ってくるのを実況してしまいましたので、何の問題もないんじゃない。問題もない、ね、問題がある。自分は私はない。会議の時に話題になるの自分って、問題になるの自分って、解決するのも自分って。ああ、そうです。すごいですね。自分の両方できるよ。そうですね。自分で自分のケツを。おっしゃるのはね、メガネは痛いって言ってた。半分しか入らない。半分しか入らない。痛みの問題ですか。半分入るからすごいよね。もうちょっと悪いものなの。どうなってるんですか、入った方のレンズが曇っちゃった。いやいや、あったかいですね、じゃあね。分かんなかった。どうなって、どこにどう入ってるのか。すごいんだ、これ。おっしゃるの皮はすごいんだよ。ね、ちょっと金曜日にも呼んでよ、私見てみたい。どうなってるのか聞いてて見たい。今日はね、でもね、古賀さんだから古賀さんにやってもらうわけにいかないしね。大竹さん何言ってる。古賀さんに、ね、どうなってますかって聞いたら見せていただくわけ。今聞いてたら金古賀さんならやるかもしれない。今聞いてたら練習してる可能性ある。ちょっと伸ばしてた、伸ばしてたりして。古賀さんがですか。いやない。金子先生。金子先生。え、今日はまたあれだよね、
あのそれは紫って言うんですか、はい、なんて言うんですか、タートルネックタディガン、おしゃれな感じ、フジレースタディガン、夏に紫のワンピース着たら大竹さんにすごい似合うって褒められたから、うん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 、だからまた紫の買っちゃった、うん、はい、やっぱそういう覚えてるもんなんですね、やっぱそういうふうにワインレッドみたいな感じでね、はいはい、なかなか体もね、室井は、あ、そうだ、あれだよ、この番組にこの間永山陽子さんがゲストでいらしてたんだけど、うん、あの方も乳がんで、うん、それで切除をなさっててね、それでもうこの番組聞いててもう室井にものすごい励まされたって言ってたよ、本当嬉しい、もう乳がんなのにもう大変なのにもう恋愛がするわ結婚はするわ、うん、もうねえ、もうなんかこうしました。エッチは好きだわ。そうですよね。ゲームバリバリで、はい、迷う本郷シーズ、はいはい、迷いもないし、全部あっけあんな大変な、まあね、本人、まあ、乳がんで切除って大変なことなのよ。はいはい、うん、これはあいだけあっけらかんって言われても、すごい勇気もらったしてたよ。多いよね、乳、うん、結構編集部にもさ、うん、そう、同じだったとかっていう人、うん、今、うん、からって、あの、うん、放射線受けるとかっていう人とか、うん、お便り届いて、うん、手紙が、うん、あの、連載してる編集部に。うん、で、多いよね。いやね、ああそうだろうね。でもそれじゃ あの長山さん以外にもあの君のところにはいろいろこう。でも長山陽子さんにそう言われると嬉しいな。うん、そう、長山さんね、うん、もう本当にもう歌はうまいし、うん、お綺麗な、お綺麗でいらっしゃるし、ね、共通項が綺麗っていうのがあったわ。いやそうですね、ちょっと今耳よく聞こえなかったんだけど、はい、しっかりそうですね、僕は隣だったんでかろうじて聞こえました。美に対する追求もでも君もすごいもんね、すごい頑張ってるよ、ね、首のシワはどうすんの、首のシワは頑張ってるんだけど、うん、どう取り方がよく分かんないね、首に重りはめて運動するわけじゃないしね。犬みたいな、あれ人によって首さしわのある人とない人いるよね、そうですよね、なんかこう、まあ俺ぐらいになったら全然気にならないけど、はい、こう女性の人はやっぱし、まあ、阿佐ヶ谷姉妹とかね、うん、すごい結構、うん、お姉ちゃんの方がなんか首しわだらだらよく見たことないですね、阿佐ヶ谷姉妹の首を見たことなかったですね、そんな見たことなかったんですけど、年齢が出るってよく言うじゃん、あ、でもそんなしわなさそうですよね、あのね、つか、うん、今はね、いいんだけど、午後になるとね、そんな感じ、たるみが集まってる前にそんなあるんですか、時間で、 出てくるんですね、あ、だから運動でちょっとベッドでさ、あの肩から頭だけを外に落としてクイクイ持ち上げるっていうのは1日おきにやってんだけど、ね、それ首のシワに効くかどうか分かんねえだろう、だって、いやだけど少しほら筋肉つけた方がいい、だからもうちょっと、だってここ筋肉ねえじゃない、シワじゃんだって、これだから早くなくしたいから重りでもつけたいんだよ、だけど今手足に手首にも重り巻いてやってんだけど、おでこにはちょっと、あの、ちょっと、長さが足んないよね。ああおでこにやると思った。ね、そうですね。うん、なんか、鼻フック的な。首にやったらしい。イヤリング、鉄の重たいのだ。耳が垂れてる。耳が垂れて、もうすごい。だんだん耳下の方になってきちゃったりして。でも何、その、重り手足につけてるの、うん、つけて。え、だって、ダンベルとかをやってた。ダンベルももう持ってて。うん、だから1日おきにスクワットとか腹筋とかいろんな運動してるんだけど、うん、家で、ね、そんなことやってるの、すごいですね、やっぱこういう努力があって、でももうあれだよ、最近これだけじゃ足んないんじゃないかと思うから、うん、足の重りだけ両足つけたままスーパー行ったりして、うんうん、うわ大変だ、ね、もう罪人じゃん、足かせじゃない、ついてるわけじゃない、かっこ悪いんだけど、違う、表に出てるわけじゃないですか、その鎖が出てるわけじゃない、でもやってみてすごいよ、そうするとそれ取った時に体が羽が生えたみたいに軽くなる、あ、そういうもんなんですか、
俺昔だけど幸田さんっていう映画出て1ヶ月半山の中雪の中にいて、うん、東京帰ってきて、はい、雪のないとこ、はい、横断歩道みたいな、はい、登ってったりするんじゃん、はい、俺も体に羽が生えてんじゃないかと思うくらい、だってあれもうひどいあれ。いやだからずっと雪の中歩いたから、うん、知らないうちに体鍛えられてるから、ね、雪がないともう歩道橋なんかもう俺もうあれだよ2ステップで上がれるから2ステップそうかズボ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 足をそっか負荷がすごいですね、雪の中歩くのそれみたいなもんだろ。要するに何キロぐらいつけてるの、 何ぐらい足は。500グラムずつ。あ、大したことないのか。いや、でもそんなに女出しつけられないよ。500グラム？うん。両足つけてんの？うん。ペットボトル1本ずつが入ってる感じですね。そう。格好悪いつになる。すごい格好悪い。靴履けないんだもん、それつけてると。サンダルだよ、スーパー行くの。へぇそれ、それ、な、どのくらいつけてんの？結構で、うん、運動するときと、うん、あと家の家事するときとかつけてたりとかして。うんうんうん、わすごい。それはね、自分で買うとね、うん、すぐほっぽり投げてね、ほこりかぶっちゃうからね、ヨネ、うん、ちゃんに買ってもらったの。あ、買ってもらったんですね、うん、あ、買ってもらったからにはやらなきゃみたいな、うん、あ、いいですね。ヨネちゃんは鍛えてないよね、あんまりね。ヨネちゃんすごい鍛えてるよ。でしょう、だってちょっと硬いよくないですか。ヨネ、うん、ちゃんちょっと腹出てるだろ、だって。え腹出てないあいつ。腹出てないよ。すごい胸板とか熱いよ。そうそう、なんかそうですよ。これはどう 知らなくて。すみません。舐めてましたね。舐めてちゃうと。いや、ここに来て見てた時は腹出てるように見えたからな。腹出てたっけな。そんなとこあんまし見てないや。だけど家に筋トレのマシーンもあって、筋トレもやってるよ。あ、そうなの、うん。そんなとこ見てないってお前どこ見てるんだよ。ん大事なところそこもじゃあやっぱマッスルなのかな、やっぱり。え、ほら、なんでどこそこしたら大事なところの顔かもしんない。表情だ、表情っていうことで言ったんだから。室井さんの言う大事なところなんてあれじゃないわ。室井の大事なところはね、どこかの大事なところと同じだもんね。そこにもダンベルつけてるのかな。あ、いや、ダンベル。ダンベルってぶら下げてるのかな。ってなってるなっていう。ホシャンだったらつけられるかもしれない。ホシャンだったら。もう中にダンベル中に引っ掛けて吊り上げられるんじゃないですか。うん、俺たちの世代は夜間。夜間か。そんな世代あるんですか。テレビで出てきたもん、そういう人が。あ、ね、夜間に水入れて、はい、引っ掛けるか。絶対できないあんなの絶対できないあんなの。そうなんですね。 何考えてあんなこと自慢する人がいたんだろう。あ、2、3キロあるはずでしょ。だってすごい。そうだ、でもテレビで出てきたんで、そう、超人。それ実際に見えてるか。どうぞ見えてる。テレビで。いや、そういうわけでは隠して撮ってるんですよね。隠して撮ってたよね。そりゃそうです。昔のテレビってそこまで OK だったのかなと思いますけど。そんなことないですよ。江口はどうやって体鍛えてるの。お前もずっと鍛えてるんだよ、体。僕は、はい、体鍛えてます、うん、ね。この間何やった、スクワットで。以前もここでやらせていただきましたけど、うん、プランクと言いまして、うん、体幹を鍛えるわけですよね、うんうん、はい、うん、それと、腕立て伏せでしょ、うんうん、そしてランニング、うん、ランニング、はい、何キロぐらい走ったの。2キロぐらいですね。少ないですよね。いやいや、なんで笑って、なんか。いやいや、笑うのがおかしい。笑うのがおかしいです。別に2キロでも何キロですよ。時間にしてどのくらいですか。時間にしてだから20分ぐらいですね。おっそ、おっそ、どんだけ。2キロ20分ってどうやるんですか。難しくないですか。難しくないですか。道草って。いや、道草ですよ。道草ですよ。いや、やらない人です。なあなあ、そうですね。街で地べたの花摘んでる感じか。いやいや、本当に何か。なんでそんな俺のランニング舐められてるんですか。いや、2キロしか走ってないの。いや、それだから俺、続けることが大事じゃないですか。だから続けてます。まあ無理なく、本当に、まあ3日に1回ぐらいとかですか。3日に1回2キロ。いやいやいや、絶対やらないよね。いや、本当だよ。マジで自慢じゃん。よく胸張って2キロって言えるだろうな。いや、同じステージ立てるな、よく。3日に1回2キロなんて。太田さんね、おかしいよね。一駅ぐらいあるわけですからね。走ってる。エッチは何回してるの。週に7、8回ですか。嘘つけない。何ですか、春子だから。春子行ってもうどんとこいですよ。どんとこいじゃねえありませんよ、7日じゃ。
秋になってきて、はい、ね、あの、まあ、GoTo キャンペーンとかいろいろあるけども、うん、あれだね、まあ、俺なんか昨日もあの三浦がどっか行ってね旅行で楽しかったなんて言う、40代50代のもう俺の周りから聞いたんじゃね、そういう人たちがなんか結構女の人たち元気かな、三浦たち見て、室井は室井、私も今って来週、うんうん、来週から友達と幹事また任されたから旅行に2泊3日で行くんだけど、なんかこの間久しぶりにご飯食べた時に写真撮るじゃないみんなで、それ一人だけさライト持ってきた女がいて、なんかほんと貸してって言ったんだけど、これは一人用だからダメだっていうのよ、で悔しいから私昨日はあれだよ、あの電気屋行って買ってきたよ自分用のライト、自分用ライトあるんですか、みんな持ってくると思うよ、そっか、うん、貸し出さないですね、業界でいうとこのなんかタリランプみたいなやつかね、はいはい、なんかね自分だけそれだからそうね、だからす結構当たりだけど、それ何その前に行った時に うん、そいつが自分の顔だけ照らしてたわけ、そう、うん、とみんなでそれで貸せってみんな写せって言ったら、うんうん、だってみんなが汚く写った方が私がより一層綺麗に見えるじゃんっていうのね、そんな戦いがあるんですね、仲のいい友達だね、本当すね、悔しいから、うん、私もマイライト買ってきたし、うん、あとは温泉旅行で、はい、ダンベル違う下着のセットも新しいの買ったし、うん、だってさ、うん、こないだ旅行行った時にちょっとレースの部分が擦り切れてたらそれ1年間言われるんだよそんな世界なんだ、そうなんですか、女の子たちっていうのはレース擦り切れてたってずっと言われるんですね、俺もこの番組で阿川佐和子のブラジャー擦り切れてたのは3年ぐらい言ってたんですよ、うん、いいね、3年も行きますか、なんか捨てブラってのがあって、はい、あのどうでもいい時につけるっていうブラジャーがあるんだみたいなのを阿川さん言ってました、ね、そんなのあるんですね、捨てブラ、はい、どうでもいい時、気分いいんだよ、そうそう、それすごく、あ、そうか、つけ心地はいいんですね、ゆるくて馴染んでね、あ、俺たちが寝ると、俺なんか寝るときに、はい、もう T シャツのもうほんともスケスケのボロボロのやつ着て寝てるけど、もう気持ちいいんだよね。大竹さんだけど T シャツこないだか、うん、ラジオの、うん、あので出してたじゃない。うん、あれ着すぎ。着すぎ。だってちょっと透けてたじゃん。透けてたけど、めちゃくちゃ気持ちいいんだよ。使用感が。そう。出すぎなんですね。物持ちいい、うん。あれ、1着だと思うなよ。ああいうの4着ぐらい持ってる。薄いのが4着だよ、ね。薄いのは4着だ。すごい、ローテーションで。パン、俺デカパンだけど、はい、デカパンなんかも履き続けると、本当に生地ってもうペラッペラに薄くなってくるな。うん、あ、これがまためちゃくちゃ気持ちいいんだよ。そんなるまでかですね。で、じゃあデカパンだから何か締め付けられるものは何もないんですね。何もないよ。何にもないですか。何にもない。なんで文句あんのかお前。いや履いてる気がしなくて、それが僕はブリーフ派なんで。うん、はい。お前は、うん、僕はもうノーパンですよ。嘘つけまた。いつも履いてんじゃねえか。いつも黒い汚い後ろから見えてんじゃないか。今のはいい。さっきの週7、8回って嘘は痛かった。痛かったね。嘘を判断するのやめてください俺の。そう、黒いじゃないですか。そんなにするのって顔で。やりすぎたんですよ。そんなにするのって顔で。見栄を張りすぎました。うちはもうちょっと少ないみたいな。ちょうどいいとこ行かないと。そうそう。争えるぐらいなんですね。いやいやいや、ね、若い人は若くもないけどみんな元気で、女の人は元気で、うん、感じだよね、はい、まあでも世間全部が元気かっていうと太田さん、はい、そうでもないですね、今日はまず、あ、じゃあ2人は、はいはい、あ、そうですね、準備の方で、ネタの準備行ってください、はい、ブロックの2人です、はい、はい、まず朝日新聞の経済気象台というコラムをご紹介いたしますが、はい、あの企業の経営者とか政治家、まあ、トップは考え抜いた言葉を発信する必要があると、はい、まあ、受けのいい言葉を使いすぎるのは言葉が雑なのと裏腹と言えるかもしれないということを書いてあるんですね、うんうん、例えば国民に寄り添うとか、うん、しっかり問題と向き合うとか、一見見栄えはいい言葉ではあるんですが、うん、具体的に何をするのかを発信しないと気休めにしか
ならない、心を動かす言葉とは言葉を発する側に具体的にこうするという意思表示があって、うん、聞く側の心になるほどと納得感が芽生えるかどうかが決め手になると、うん、こう書いてあるんですね、はい。まあ、その点から考えると菅総理の言葉の乏しさはまあ悲しいぐらいだと、はい。官房長官時代から問題ないの連発でその中身について具体的な説明に乏しかった。日本学術会議が推薦した会員6人の任命拒否の問題で、知りたいことは総理の任命権があるかないかとか、学術会議のこれからのあり方ではなくて、なぜ任命しなかったのかという一点に尽きる。なんでこれを説明してくれないんだろうと。うん、なんかさ、普段政治家の人たちでさ、普段絶対使ってないだろうっていうような難しい言葉って使ったりするじゃない。うんうん、そういうのやめた方がいいよね。なんかそんでさ、一回その言葉が使われるとみんな繰り返してそれかっこいいんじゃないかみたいに使う始めるじゃん。でも見てるこっちからすると超かっこ悪く見えるんだよね。はい、まあ、総合的俯瞰的とかもちょっと流行り言葉みたいにね。そうだね。やっぱりその言葉に力がないとね、こう内容に沿った言葉じゃないとね、まあ、ちょっと前でも思い出せばそのね、最重要課題みたいな言葉をずっと言いつつ、うん、最重要課題って言うんなら最重要なんだろうと、うん、どういうふうな道筋で解説するのか道筋を立てて言ってくれないと、うん、ね、7年8ヶ月最重要課題って言って1ミリも動かないってどういうことなんだって思っちゃうね。あとごまかす時のカタカナね、うん、ベースロード電源電源とか、はい、スラッジとか、はい、ごまかす時のカタカナと、はい、でも、ね、大竹さんどうも、うん、政治家って、うん、言葉ってさ一番大事じゃないの、うん、私たちに伝えるなんていうか、やりたいことがあって、うん、プラス、私たちにそれをきちんと、その、私たちの不安とか疑問とか、うん、自分のやりたいこととか、うん、そう、こういう思いでいるとかっていうことを、きちんと伝えられる言葉がないと、向いてなくない？そうだ、耳障りのいい言葉だけ言っててね、うん、なんとかかんとかに、寄り添うとかね。うん、まあ、武田砂鉄さんも批判してたけど、うんね、沖縄に寄り添うってどういうふうに寄り添うんだっていうね、見たことないや見たことないし彼らが寄り添ってんの、だからその寄り添うんだったら寄りちゃんと寄り添わなしダメだって言葉の裏側にね、うん、ちゃんとその事実が張り付いてないとね、ただの言葉になっちゃってんだよね、うんうん、まあね、まあ、この間の演説では絆っていう言葉も使われてて、それはここでも武田砂鉄さんが、まあ俺もそれは問題だなと思って、同じような意見を私も持ちましたけどもね。あとさ、はい、原稿では、うん、原稿で官僚が作ってくるじゃない、うん、スピーチの、うん、その時に自分の言葉で直したりすれば、うん、あんなに間違いはないんだよ、間違えないんだよ言葉とか、うん、自分の言葉で、うん、この漢字はこういう意味だっていう風な、だけど使わないから自分だったらこういう風にもうちょっと優しく言うだろうなとかってちゃんと直してれば、うん、間違えることなんかないんでかもしれないね、うん、まあアセアンとアルゼンチンと、うん、それはぶったまげました、うん、ね、最近菅政権への国民の期待はそこにあるって言おうとして、うんうん、そこそこあるって言っちゃったっていうのも、うんうん、ありだったみたいですね。そうだよね、うん、まああれだよね、室井の言うように言葉は政治家の命だと思うんだけどね。そうだよ、言葉と官僚はそれからあれだよね、公文書が命だと思うんだけどね。そう、そう、うん、そう思う。はい、両方ともがちょっとなんかこうふわふわした感じになってるよね、うん、でその学術会議の問題なんですけれども、うん、東京新聞の記事ですが、うん、菅総理昨日衆参両院の本会議で、うん、日本学術会議の新しい会員の任命拒否に関しまして、会員構成が一部の大学に偏っているなどと繰り返しまして、うん、改革する必要性を主張しております、うん、ところが実際には一番多い東大の会員の割合は、うん、今減っている傾向があって、うん、全体の2割にしかならないんですね、うん、で総理は地方の会員が少ないとも指摘しているんですが、うん、最近年々増えてきていて、うん、関東以外の会員が過半数を占めていると、うん、
で、例えば総理が任命拒否した新会員6人には、会員が今のところゼロの東京慈恵会医科大の小沢隆一教授が含まれていたり、うん、会員が1人しかいない立命館大学の松宮孝明教授も含まれています。うん、で、女性の比率が 37.7% と低い問題は改善されていないのに、女性の新しい会員、加藤陽子さんも任命を拒否されています。うん、まあ、総理は女性や会員ゼロの大学の教授を外した理由を、まあ、問われても答えませんで、多様性が大事といった選考基準との整合性が取られているとは、うん、なかなかこう、素直には受け止められないというところですね。これもうどんな、すごい楽しみ、うん。来週からの国会。だってもう野党にちょっとでも質問っていうかすぐにされたら答えられないもん、菅さんの説明だと。そうだね、うん、今日はあれだよね、古賀茂明さんがゲストにいらっしゃるんで、うん、この辺のこともちょっと伺ってみたいと思います、うん、はい、はい、うん、で実際に立命館大学の桜井啓太さんという方が面白い調査してまして、うん、ツイッター上でいつからこんなに国会は答えなくても許される場所になったのかと思って、うんうんうん、お答えを差し控えるという国会答弁の発言の数を、うん、お調べになったということなんですが、まあ、棒グラフがあるんですけれども、うんうん、ちょうど綺麗な逆 L 字型をしていて、近年ぐーんとこのお答えを差し控えるという答弁、うん、発言が増えていると。で、はい、一番少ない、うん、その調べる起点になっている1970年は7回しかなかったのに、うん、一番多い2018年、うん、2008年かな、ごめんなさい、2008年ですね、2008年では、あ、2018年か、ごめんなさい、安倍政権になった2018年では、580回、7回が3年前ってことだよね。そうですね、18年には580回となる、はい、うん、ひどい、これは本当にひどい、うん、見てて、国会中継見てて本当そうだと思うもん、うん、野党の質問に彼ら答えてるわけじゃなくて、うん、私たちの疑問に答えてるわけじゃん、うんうん、なのにそれは答えを差し控えるってさ、じゃあ今この場は何なんだろうって思うよね。本当に国のね、なんか水面下で行われている いろんな外務省の関係のことだとか言うんだったら、まあそれは言えないこともあるだろうなとは思う、外国対相手の国があるし ね、うん、と思うけど、それ以外のこと、うん、それからもう一つは森友家系に連なる、うん、なんかこう公文書を改ざんしたり、うん、そういう意味のことでなんかこう答えられないときにお答えを差し控えるみたいな言葉使ってんじゃないのかなってこう疑っちゃうよね。このグラフ見てるとさ、太田さんさ、はい、これフランスとかさ、こうアメリカのさ、コロナの感染者数のさ、そうですね、表とそっくりだね。急拡大していく様子とそっくりですね。急激に棒グラフが伸びている、うん、落ち着いて、落ち着いてからガーってまた伸びてきてると。分かった、うん、こ答えを差し、うん、結局いつもいつもさ、うん、答えを差し控えるとか、うん、それにグズグズしてて時間切れになっちゃうんだよね、うんうんうん、もう答えなかったら、答えるまでずっとやってたらいいんじゃないの。いや、そう思うんだけど、うん、なんか次のあれに移、まあね、何回かやり取りの後に、なんかやっぱ見てると次のあれに移っちゃうんだよね。うん、でも大事な部分だからさ、うん、そこは答えるまで、うん、あとは、うん、なんていうのかな、それ野党の議員だけじゃなくて、報道の記者の人とかもさ、うんうん、また別の問題ができると新しい問題に行っちゃうじゃん。うんうんうん、なんか嫌なんだよね、なんかドラマの最終回見てないような感じで。そうだね、うん、まあ、なんか骨がなんかトゲが刺さったまんま生きてる感じはするよ ね、うん、ね、そうじゃなくて、まあだから国会は国会の場で、うん、ね、新聞記者の人はそういう記者会見の場で、うん、そのやっぱりちゃんとやってほしいなって。だって悪いことしなければ、うんうん、答えりゃいいんだから。そうなんだよな、いくらでも言えることだと思うんだけど、堂々と答えりゃいいじゃん、うん、ああ、はいはい、だから思うっていうことがあるなら、うん、それをおっしゃっていただければね、うん、それならその先の議論の対象にもなっていくよね、うん、
こちらは東京新聞の一面トップなんですが、うん、2011年の東京電力福島第一原発事故の後、うん、復旧や廃炉などに関連した作業に携わった作業員の方々の労災認定、うんうん、今年10月1日までの9年半余りで269件に上ることが厚生労働省への取材で分かったという記事、うん、年度別では汚染水対策の本格化に伴って事故が相次ぎました2014年度の58件が一番多くて、うん、その後概ね20件前後で推移しています、うん、被爆によるがんとか過労死が理由の認定もありまして、作業員が厳しい環境で働く実態が浮き彫りになっていると。東京電力によると2011年から19年度作業中の事故などで3人が亡くなっています。熱中症も頻発しています。来年3月で事故から10年となりますが、廃炉に向けた作業は今後も、まあ、長期にわたることが見込まれていて、うん、1日あたりおよそ4000人が働く作業員の安全対策、引き続き重要課題になっていると。で、がんとか白血病の発症が放射線被曝による、うん、原因だというふうに認められたのが6件、うん、被曝から発症まで時間がかかるケースも多くて、うん、今後も認定が増える恐れがあると、うん、過労などの心理的負荷による精神疾患も4件あったということですね、うん、ね、福島第一原発ね、あれだよね、うん、もうオリンピックなんかも最初は復興五輪、うん、ね、言ってたけどどうなったんだろうね。今はあれじゃない、うん、コロナとかった証にじゃない、うん、ね、うん、なんか変わっちゃったね最初とね。本当だよね、うん、あで、まあそれもまあやるって言ってるけど、うん、本当にできるんだろうかと、うん、各国の、まあ、さっきの話じゃないけど棒グラフのように、うん、まあ、イタリアもフランスもアメリカもどんどんね、感染が広がってる、うん、その中で本当にできるのかっていうのと、それからさっきの話に戻るけども福島第一原発の労災が269件、うん、これはあれですね太田さん、はい、福島第一原発の今いろんな整理とか作業をしてるわけですね。その中で労災の認定をしてくださいっていうのが269件起きてるっていう、うん、そうですね、話ですよね、はい、現場は9年半で269件も労災にして認定してくださいっていうことが起こるほど大変な現場になってるっていう、うん、我慢しちゃってる人とかだっているかもしれない。もちろんし、それでも放射線を浴びた人だとかもいるわけだよね。まあそれでもう9年半経って、うん、まあ今のこの状態だと、この間もちょっと炉の中に見に行こうとしたんだけども、やっぱり放射線が強くて見られずに作業の人が戻ってきたという話が新聞とかに出たばっかしだよね。9年半経ってると、で中で労災が269件、これからも現場はもっと大変なことに、まあ、なっていくと思うんだよね。なんかこの労災とかっていう扱いにならないようにさ、もっと現場は厳しくこうなんていうの、作業員の管理を、ね、しっかりしてほしいですね。労働時間だとか被爆線量とか気にしながらやっていかないと、まだこの労災は増えていく、うん、ね、現場をもうちょっと理解してなんか対策立ててほしいなと思いますよね。さあ今日も始めましょう。大竹まことゴールデンラジオ、はい、改めましてこんにちは、大竹まことです。今日のパートナーは室井ゆずきです。室井さん、今日のメニューの方お願いします。はい、ご紹介します。この後は大竹の言いたい放題、皆さんのツイッターのつぶやきを紹介します。1時40分過ぎはスタジオでドブロックにネタを披露してもらいます。2時の時報の後はザ・ゴールデンヒストリー、今週はさよなら豊島園というテーマでお送りしています。2時25分過ぎは大竹メインディッシュ、今日のゲストは元計算官僚の古賀茂明さんです。3時7分過ぎは大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。そして今日も皆さんからメールファックスを募集します。今日のテーマは今日の私の機嫌、今日の私の機嫌です。例えば今日はなんとなく服のコーディネートが決まらなかったので機嫌がいまいちです。
さっき食べたエビフライがものすごく美味しかったので今ものすごく機嫌がいいですなど、今のあなたの機嫌メールファックスで教えてください。宛先はこちらです。メールアドレス golden@joqr.net、 golden@joqr.net。ファックス番号東京0354031151、東京0354031151。抽選で毎日1名様に番組ノベリティハリコのまこちゃんプレゼント。当選者はエンディングで発表します。さらに番組中、大竹さんと私がこれはと思うお便りメッセージの方にはプレミアムハリコ怒りのまこちゃんをその都度プレゼントします。この後は大竹の言いたい放題です。大竹の言いたい放題。文化放送大竹まことゴールデンラジオ、ツイッターでのつぶやきです。丸茶之助さん、うん、他人が書いたものを読むだけなら私にだってできる。もっと心を込めて間違わずに読むよ。年何千万円もお給料もらってるんだから。そうだよ、通り、うん、ね、うん、それから、うん、とロイドメガネさん、うん、ボロボロの T シャツは着やすいよね。自分も好んで着るわ。パンツも新品より使い古しの方が腰痛起こさないし、うん、本当にね、あれね、もう気持ちいいのね、うん、汗がちゃんと吸うんだよね。汗吸うしね。あ、なんで擦り切れちゃうんだろうな、着てるだけなのにな。そうですね、洗濯とかでも痛むんですかね。そうかね、うん、エイスケさん、ヨネちゃん姿勢がいいよね。そう、あ、そうかも、うん、うん、まあ鍛えてるからかもしれないですね、うんうん、それからこの方はと お名前は何だろうな、うん、2キロでも偉いと思う、うん、2キロの散歩が続かない、チャリだと30キロくらい平気だけどっていう。じゃあ2キロ20分っつうのが不思議なんだよ普通1キロ何分だ、普通 4キロ1時間、4キロ1時間って言います。じゃあ普通か、4キロ1時間30分で2キロ、それを20分、まあちょっと走ってるぐらいだな、うん、まあ、ね、うん、はい、ラジオ機能などもよろしかったらツイッターでつぶやいてみてください。ハッシュタグゴールデンラジオ、ゴールデンラジオはカタカナでどうぞ、ハッシュタグゴールデンラジオです。メールファックスのテーマは、あー、今日の私の機嫌、ラジオ機能あなたの機嫌はどんなもんでしょうか、機嫌がいいと悪いとどうなりますか、その理由は何でしょうか。お気軽にお寄せになってください。メールの方はゴールデンアットマーク joqr.net、 golden@joqr.net。ファックスの方は東京0354031151、東京0354031151にお寄せになってください。お待ちしております。大竹まことゴールデンラジオ、文化放送大竹まことゴールデンラジオ。文化放送大竹まことゴールデンラジオ、大竹サテライト午後の商談ネタ卸しのコーナーです。毎週金曜日はドブロックのお二人にスタジオでネタを披露していただいているんですが、はい、今日は今までとは違ってちょっとシンプルな服装というか、上は白の服で、まあ、デニムのジーンズとかっていう感じですよね、はい、うん、そうなんですけども、はい、ちょっと歌の内容の関係でちょっとズボンをちょっと脱がせていただきます。今ベルトを外しました。ジッパーを下ろしまして、赤いトランクスが見えておりますが、椅子をですね、はい、まあ、便器と見立てさせていただきます。はい、はいはい、赤いパンツが見えてきました。はい、かなパンツだ、太ももの毛も濃い江口さんです。はい、まるでちょっとズボンを下ろして座っました。足首までトイレに座っている状態だね。はい、ありがとうございます。はい、これはですね、だから今日はですね、うん、ネタというか本当にもうちょっと、うん、まあ、笑いというか涙系ですね。涙系、はい、僕の本当切実な、うん、悩みというか、はい、うん、はい、そういうことを歌にした歌です、うん、はい、はい、それでは聴いてください、うん、肛門ボロボロ
今のは昨日のポテトサラダだな今のは昨日のサーロインだな。いつもながらの運動不足でだせどもだせどもカチカチじゃねえか。そうかと思えば飲み会続きで冷たいビールを浴びるほど飲んで全ての臓器が愛想を尽かして、出せども出せどもビチビチじゃねえか。汚ねえ、なんと毎日食いしばってでも戦いは続くのさ。肛門ボロボロ肛門ボロボロ食生活直せや。シワの数だけ泣いている。肛門ボロボロ肛門ボロボロいつも見送ってばかりいる。誰も泣かねえよ泣いてんのお前だけだ涙ぐんです。すいませんじゃねえ。すいません。ところが本当涙なしでは歌えない歌でした。町内をちゃんとしろお前は。いや本当にこれがもう深刻な悩みなんですよ。アルバンとか飲んできてお前は。病院系硬い感じですか。チカチ。まあでもどっちかというともう下してる方が多いですかね。お前ね今その若さでそんなこと言ったら年取ったら大変だよお前。えあと何十年も生きなくちゃいけないんだよお前。お前もうボロボロじゃないかその時。ボロボロなんですよもう。多分もうだから怖くて見てないんですよねしばらくその自分も。あんまり怖いとこ見ないからね人は。そうですよね。今日見て、うん、鏡の下に置いて座ってみれば。ちょっと諸見さんちょっと確認してもらっていいですか。どうなってんの。結構のいちごみたいな感じ可愛らしい感じ。ああ、なってればいいですけどね。でも多分だけどもう本当ボクサーもう打たれたボクサーみたいな感じになってるのかなみたいな。高田純次が地でさ、あいつがさなんかこうゴルフとかなんかってやつよくさあのあーっとちょっと待ってなんつって手すりにケツこすりつけたんだよね。あの横の手すりになんかちょっと出ちゃったらしくて元に戻そうとしてた。ああ中から出るあのあれですね。ピョンってやつですね。多分ね。もうお前直さないのかって言ったらあいつはなんかこれがいいみたいな。なんかそういうコツがあるんですか。腰とか手術してるのに陣直しはいいのになと思うんだけど直さない。なんかやっぱ怖いんですよね。1個じゃないの野いちごは、うん、いやだから分かんない。小ぶりな野いちごが何個かある感じはしますね、うん、見てみね今日人面相みたいになってかもよ。いや怖いよ。怖いです。いっぱいできててね。怖いな。ツイッターのつぶやきです。全友連時々ウンニ連さん、うん、なんか切ったね歌だな。そうですよ。そうですよ。そんなこと言わないでくださいよ。ブラスですこれは。フランコーネさん、うん、本当に最低で大好き。助かります。はい。ジムニー兄さん、泣ける？泣けやしね。本当。高田純次がね、はい、一緒にフライってことなんだよ。はい、おたけちょっと見てくれるって。はい。肛門をもう肛門が俺の鼻にくっついたんだよ。はい、もう見れるような距離じゃないんだよ、ね。近すぎて。あくっつけたいだけだったんだよ。やめろか。そうなんですね。すごい、すごい、ね。高田さんのじゃ肛門にタッチされたことがあるんですね。もう少しで口づけすると思う。
よっぽど聞かないよ、でもまあ見たことない人もいるんじゃないですか、中に自分の。そうですよ、あんままあ見ることはないですよね。今日写真撮ってスタッフさんに画像送れば、いやいや一回共有しましょうよ、これまとめられてますよ、共有した方がいいですよね。ラッシャーいた前があれだろう、だってね、あの時みんなで大騒動があって、はい、駆けつけなくちゃいけない時に、はいはい、ジノシースしてたんだら、そうだったんですか、それで行けなかったって話。そうだったんですね。まあまあ、そう、歴史の陰に G ありですね、そうね、はい、いい言葉だね。歴史の陰に G あり、 G あり、 G あり、昔からあると思いますね、この悩みはやはり、ありますね、うん、イケイケ CEO さん、うん、メロディーとかしが反比例してる、そうだね、メロディーとかしがね、ということですよね。はい、他は、あとはファムさん、うん、帰れ帰れ、意外とありそうなかったですね、それね、今まで。おたさんもあるじゃないですか、書いてます、そんなの。本当に書いてる、おたさんのなんか心の叫びじゃないですか、本当は書いてないんじゃないですか、書いてある、書いてある、書いてある、本文は帰れ帰れ帰れって3回書いてある、それを1回にしていただいて、1回にしていただいて、いやしかしいつまでも続くね、このネタは。いや、わかんないけども、病院絶対行った方がいいよ、あの経験者だから。あ、本当に心配してもらってますよ、物書きにとっては字なんて栄光のエンブレムだよ。あ、そうか、なるほど、仕事があのね、室井ね、本気で心配することないから。ネタだけだぞ、ネタじゃない、別に字なんかもうここなんかここでこれで一ネタって笑ってるんだから今日はこれで一ネタ。私はもう切ないボロボロの肛門を想像しちゃった、切ないところだったよ。はい、終わるよほら、はい、ありがとうございました、ドブロックの二人でした。はい、来週月曜日は頑張れるやの登場です。大竹さん、何曜日のパートナーが一番好き？もちろん金曜日です。どこが？水曜日室井佑月と金曜日、大竹まことゴールデンラジオ、文化放送大竹まことゴールデンラジオ、ラジオ聞きのあなたもよろしかったらツイッターでつぶやいてみてください。ハッシュタグゴールデンラジオ、ゴールデンラジオはカタカナでどうぞ、ハッシュタグゴールデンラジオです。メールファックスのテーマは今日の私の機嫌、ラジオ聞きのあなたの機嫌今どんな感じでしょうか、機嫌がいいとどうなりますか、機嫌が悪いとどうなっちゃうんでしょう、またね、その理由ももうよろしかったら書き添えて送ってください。メールの方はゴールデンアットマーク joqr.net、 golden@joqr.net、 ファックスの方は東京 03-5403-1151、 東京 03-5403-1151 にお寄せになってください。お待ちしております。文化放送ニュースです。太田さん、お願いします。はい、お伝えします。国の観光支援事業 GoTo トラベルをめぐり、観光庁はビジネスでの出張に伴う宿泊や高額なサービスがついた旅行プランなど、来月6日の予約以降 GoTo トラベル事業の割引対象から除く方針を明らかにしました。赤羽国土交通大臣は今日の記者会見で、観光を主な目的としない場合は割引対象にしないと述べました。これによりダイビング免許やヨガ講師のライセンス取得を目的とする旅行のほか、ホテル内の施設利用券などがついたプランも宿泊料金と比べて著しく高額な場合は除外されます。月末のハロウィーンについて酒井学官房副長官は今日の記者会見で、新型コロナウイルス対策を徹底するよう要請しました。酒井官房副長官は、家族で過ごすオンラインのイベントに参加するといった新しい楽しみ方の検討を呼びかけたいと述べました。また、マスクの着用の徹底や、街頭で飲食や飲酒をしながら仮想イベントに出ることも避けるよう促しました。おしまいに、日本郵便は今年いっぱいで活動を休止するアイドルグループ嵐や、大ヒット中のアニメ、鬼滅の刃をデザインした特製年賀はがきに注文が殺到し、年賀はがきの公式販売サイトでつながりにくい状態が続いていると明らかにしました。受注生産のため品切れの心配はないと呼びかけています。大竹まことゴールデンゴールデンゴールデンラジオ、
外出先や移動中でもスマートフォンのラジコで楽しめる文化放送大竹まことゴールデンラジオ、いただいているお便りです。はい、神奈川県横浜市にお住まいの62歳の男性の方、アロマ浸水1958さん、うん、山梨まで出稼ぎに来ています。野菜畑ではキャベツに続きレタスも中心部の葉が丸まり始めましたよ。え、じゃあ美味しい時期ってこと？そうですね、旬になってきてるっていうことじゃないですかね。今日乗って、あ、これは違うか。東京都練馬区にお住まいの59歳の男性の方、人生が放浪者さん。うん、室井さん、昔、首のシワ取りの話で、昔上岡龍太郎が首にシワができないようにと実践している習慣を言ってたのをなぜか思い出しました。毎朝うがいをしながら顎に力を入れ、首の前側をできるだけ伸ばし、さらに手でも伸ばすようにマッサージというか擦るということでした。あるよ、もう今からやっても。上岡さん当時言ってたよ、俺と一緒ぐらいの時だけどね、もう首こうやってさすって、何してんの、使ったら、いや首のシワ伸ばしてんだよ。これ前に伸ばすの、後ろに伸ばすの、なんかこうやってさ、後ろから前に触ってたような気がする。上から下か、首の前側をできるだけ伸ばし、さらに手でも伸ばすようにマッサージというか擦るということ。伸ばすとひだひだが出ちゃうだけど、そうでもないんだね、鍛えるってことだね。こちらは広島県呉市の40歳の男性の方、山形博さん、今日のテーマ、今日の私の機嫌でいただいております。今日のお昼はパックの海苔、パックの納豆に刻んだ白ネギをたっぷり入れ、ご飯に乗せて味付け海苔と一緒に食べたらめっちゃ美味しく、体もお腹もご機嫌満タンです。そういや、明日はハロイ、かぼちゃの煮付けを食べんといけんな。そういうのをドブロックも食ってればいいんだよ。元気そうですね、なんかね、文面だけで。はい、食べ物が美味しいって感じられる時ってやっぱ機嫌のいい時ですよね。東京都足立区にお住まいの51歳の女性の方、鳥年のアップルパイさん、今日誕生日です。健康でなんとかやってるお一人様ですが、お昼に栗入りのお赤飯食べました、美味しかった。夜はとっておきのビール飲むつもりです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。栗入りね、あ、一緒についてくるお吸い物とかね、そういうのも美味しく感じるんだよね。そうだ、今新米だしね。そうだか、新米だし、新そばだよ今もう。そうだ、新そば、食べ物が美味しい時期だね。埼玉県越谷市にお住まいの65歳の男性の方、忘れん坊大将3さん、明日のハロウィンのために外孫に人形を作っています。なかなかはかどらないのですが、なんとか今日のうちに仕上げて届けたいので、メールしてる場合じゃないんです。間に合うかどうか、喜んでくれるかどうか、今ワクワクドキドキです。外孫のために人形を作ってる。はいはい、どんな人形なんだろう。どうなんですかね、かぼちゃデザインされてんですかね、ハロウィンだから、それともなんかね、あの七五三みたいな、あの時にある人形なのかね。どうなんですかね、分かんない、ちょっと分かんないね。はい、埼玉県東松山市にお住まいの53歳の男性の方、ゴンちゃん、お昼に大好きなカレーうどんを食べられたので、私の機嫌は超いいです。今週はランチにツバメグリルのハンバーグ、崎陽軒さんのシューマイ弁当、坂東太郎さんの味噌煮込みうどん、クジラカツ弁当、そして今日のカレーうどんと食べられて幸せでした。いいね、崎陽軒があって、はいはい、あのツバメがあって、はいはい、ね、あ、ツバメグリルのハンブルグ、まあ、あそこのハンバーグ、ハンバーグだけなんか、あれ食べたくなっちゃった、シチューみたいな、アルミに包まれててそれ割ってっていうんですよね。そうそうそう、うん、美味しいですよね、やっぱ食べ物系が結構多いですかね、今のところは。はい、はい、今日のテーマ、今日の私の機嫌、ラジオ沖縄、あなたの今のお機嫌どうでしょうか、いい悪い、良かったらどうなる、悪かったらどうなる、その理由なども書き添えて、いつもの宛先にメールファックスお寄せになってください。お待ちしております。大竹発見伝 The Golden History、 エコファースト企業積水ハウスがお送りします。日々黄金の歴史あり、 The Golden History、 今週はさよなら豊島園というテーマでお送りしています。帽子デザイナーの野村あずささんは54歳、豊島園から徒歩1分のマンションに住んでいます。
あずささんは物心がつく前から父に連れられてゴルフ練習場があった頃の豊島園に通っていました。豊島園の目の前のマンションに引っ越したのはゴルフ好きの父の影響です。子供の頃は妹と一緒に水着の上からワンピースを着てプールで遊び、お昼になるとご飯を食べに帰宅、午後は帰りに直径10メートル程度の小さい観覧車に乗って帰るのがお決まりのコースでした。豊島園の魅力は敷居が低く普段着で行ける気軽さです。親になり子供が生まれてからは年間パスポートを毎年更新、子供が保育園や学校に行っている間、買い物の帰りに一人で乗り物に乗る一人豊島園も恥ずかしくありません。あずささんと近所の仲間にとっては大人が一生懸命遊ぶ遊園地、それが豊島園。流れるプールのすぐ横をジェットコースターサイクロンが通過する際は、サイクロンが通るタイミングに合わせてプールに入り、乗客に向かって精一杯手を振るのがあずささんの楽しみ方。大人げないんですけどね、それが本当に楽しいのよ。6月に発表された閉園のニュースには胸が締め付けられそうになりました。遊園地は楽しみに行く場所、嬉しい思い出を作るところ、それが失われる日常は想像できませんでした。せめて閉園まで1年あれば、今年はコロナで見られなかった桜も来年の春に見られたはず。もっとゆっくりお別れをさせてほしかった。8月、最後の1ヶ月に突入すると、多くのお客さんで賑わいました。閉園を控えた遊園地とは思えません。こんなにたくさんお客さんが来て、乗り物も盛んに動いているのに、31日で亡くなるなんて信じられませんでした。あずささんは最後の思い出に何か一つ付け加えたいと考え、豊島園の帽子を作りました。つばの広い婦人帽子の上に豊島園の象徴回転木馬カルーセル・エルドラド、プール、フライング・パイレーツをイメージした模型が載っています。電気をつけることもできます。最初は恥ずかしかったけど、豊島園でこの帽子をかぶってたら、お客さんが写真を撮ってくれて、とっても嬉しかったです。最終日は、昼間はプールで楽しみ、帽子をかぶってエルドラドに乗ることもできました。夜は家族と花火を見物、閉園セレモニーを見届けた後も門が閉まるまでその場を離れることができませんでした。社長の挨拶を聞いた時に涙があふれて、このにぎわいも明日からなくなるんだと思うと寂しくて仕方ないです。翌日、あずささんにとって日常の音だったお客さんの歓声、楽しい遊園地の音が消えました。代わりに聞こえたのはカラスとセミの声だけです。30年後、
本当に公演ができるなら、あずささんは豊島園の歴史を語り継ぎたいと考えています。決まった時間に現れて勝手にガイドをするのも面白いと思うんです。ここにメリーゴーランドがあったのよって。でもそれには長生きしないとね。あずささんはいつかどこかで豊島園のシンボル回転木馬が復活したら、豊島園を愛した仲間と一緒に同窓会をするつもりです。全員豊島園の T シャツを着てメリーゴーランドを貸し切り運転、そしてみんなで記念撮影、どうしても叶えたい夢です。お聴きいただいた曲は山下哲郎さんが豊島園の流れるプールでの思い出をもとに作ったさよなら夏の日でした。ザ・ゴールデンヒストリー、今週はさよなら豊島園というテーマでお送りしました。大人の常識クイズ。工場などの広い敷地を除草するために草刈り機ではなくて、あるものをレンタルする会社があるんだそうです。そのあるものとは一体何でしょうか。室井さん、あの消火するための機械だから、ヘリコプター、水まくの、もしちゃってもしちゃってもしちゃって、それで水だから火事が広がるとまずいから、はい、消す消す消す、火を消す、だからヘリコプターじゃない、ヘリコプター、ドローンだと広い。大竹さん、羊かヤギか鶏。羊かヤギ、ヤギか鶏。羊。羊。あ、ヤギかも。ヤギ。ヤギ見た。ヤギだ。ヤギ。ヤギだ。ヤギ、住宅街で。丘の上のポニョみたいなやつ。うん。なんかヤギが。聞いたことある。ヤギがなんか、線路の脇の草食ってなかった？でも広いって言ったよ。なん、だから何頭か貸すんじゃないの？嘘。知らないけど。どうしますか？最初。ヤギだな。ヤギ。大竹さんは。ヤギで。ヤギ。はい。お二方、揃いました。ヤギで。答えが出ておりますが、正解はお見事、ヤギでございます。三重県名張市にある会社がお前やったうちに入るかそれ除草のためにヤギを貸し出しています。費用は1頭あたり月々税込み4950円。今年から一般家庭向きに小ヤギの販売も始めたそうです、うん、サービスを利用している工場の担当の方は、業者に草刈り機で買ってもらっていた時に比べて費用は半分以下に減って、除草効果も予想以上、子供が見物に来るなど癒しにもなっていると満足しているそうです、はい、ヤギを借りると草刈りを 代行してくれるということですね、うん、お二人とも見事正解、ヤギ当たりました。この後は大竹メインディッシュ、元経済産業省官僚の古賀茂明さんの登場です。金曜日は戦いますと室井ゆずきが言ってます。大竹誠ゴールデンラジオ FM916 AM1134。大竹メインディッシュ、ポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は東京大学法学部を卒業後、経済産業省の官僚として活躍、2011年退官し、今はメディアを通じ様々な政策の提言を続けていらっしゃいます。現在日本を壊した霞が関の弱い人たち、新官僚の責任が集英社から発売中、古賀茂明さんです。はい、ようこそいらっしゃいました。いらっしゃいませ、よろしくお願いします。古賀さんは今のお仕事だけじゃなくて、愛のキューピッドもおやりになってらっしゃいますもうあれです、その愛のキューピッドで受けた恩恵で、もううちの室井はもう毎日天国みたいな生活してますね米山隆一さんと室井伊月さんをこう合わせたのが古賀茂明さんということですね、はい、はい、本当にもう米山、うん、私古賀茂明さんとメンバー濃すぎる、うんうん、はい、今回は日本を壊した霞が関の弱い人たちというご本をお書きになりました、
本の帯には彼らが辞めても変わらないというふうに書いてありますが、まあ、この話も後ほどさせていただきたいと思うんですが、うん、まずその前に、今国会でもこう討論が続いているあの学術会議の問題について古賀さんの考えていらっしゃること、うん、思っていらっしゃることをお聞きしたいんですけども、はい、うん、あのまあ、いろんな、ね、うん、議論がされてるんですけど、はい、いくつかちょっと大きな論点があんまりはっきり出てきてないなっていうのがあって、うんうん、まあ、一つはあの最近ちょっと言われ始めましたけど、うん、あの実は学術会議なんか仕事してないだろうとかって言われてたんですけど、うんうん、まあ、本当はあのもうすごい数の提言を毎年毎年出してるんですね。そうなんですか。そうなんですよ、うん、あの、うん、政府があの、うん、諮問した場合だけは正式な答申という形になるんですけど、うんうん、政府の方からあの諮問しないと答申という形はならないんですね、うん、はいはい、だけど自分たちでちゃんと積極的に、うん、自主的に提言出してるんですけど、うん、あのそれをあの答申が出てないから仕事してないとかってあの、うん、自民党の下村さんとか言ってましたけれども、はいはい、あの、あ、違うんですよ。でなんで、ね、諮問しないんですかってあの加藤官房長官に記者が質問したんですよ、はいはい、したら理由は分かりませんって言ったんですねだけどなんでかっていうと、要するに学術会議は独立しているので、はい、あの政府と違うことを言うんですね、うん、で政府と違うこと言われたら困るから答申し、うん、あの諮問をしないと。それはでもね、あの今やってる分科会だって違うこと言いますよね。でも違うことっていうか、うん、本当のことを言わなきゃダメじゃん。それがそもそも学術会議をなんで作ったかっていうと、うん、要するにあの日本が太平洋戦争ね、間違ってこう言っちゃって大変なことになっちゃったと、うん、その時にやっぱりあの翻って考えてみると、うん、その学問の自由っていうのを脅かされて、学者は自由にものを言えない、あるいはさらにはもう積極的に戦争に加担するなんてことをね、うん、しちゃったと。でこれはやっぱりもう日本の学問のあり方として絶対間違ってるから、二度と同じ間違いを繰り返しちゃいけない、だから、うん、その、まあ、学問の自由は独立っていうことでね、あの学術会議独立させて、うん、あのやっていきましょうっていうことを決めたわけです、はい、うん、だけど自民党の保守派の人たちっていうのはそもそもが太平洋戦争間違ってなかったよねっていう人もたくさんいるんですね、うん、だからその、うん、要するに憲法も押し付けられて間違って作ったもので、うん、その平和主義っていうのもおかしいというぐらいに思ってる人たちたくさんいるから、うん、学術会議がもうできた時からそもそも反りが合わないんですよ。なるほど、うん、だからその安倍さんとか菅さんの問題だって言われてるんですけど、そうじゃないです。もっと本質的に、うん、要するに日本のその戦争の間違いっていうのを認めるか認めないか、日本の平和主義っていうのを認めるか認めないかっていう、そういう争いがずっと続いたんですね、うんうん、でその戦いを何回もやってるんですけど、うん、基本的には負けてきました自民党側が、はいはい、要するに国民の良識が勝って、うん、最後はそんな勝手なことさせちゃいけないよっていうことで、うん、法律改正やってもやっても独立っていうことを守ってきたんですよね、うんうんうん、でそれが今最後なんかこう、うん、まあ、安倍さん菅さんの時代にもう思い切っていけるぞみたいな感じでね、うん、あの最終戦争に入ってるっていうのがまず基本的にあると思いますね、はいはい、それからあの、まあ、提言の中でですね、うん、僕すごく重要な提言だと思ってるのは12年と15年に核のゴミについて、うん、処分のあり方について提言してるんですけど、はい、まあ、一番大事なことは、うん、そのこれ100万年あ10万年ぐらいね、うん、あの安定してないといけないんですね、地盤が。だけどそんなもの10万年安定してるっていうことを、はい、今の科学技術の知見では限界があって分かりませんというふうに言ってるんですよ。で分かんないんだから、その分かんないのに勝手に埋めたら危ないですよと。だからあのとりあえずあの地表で、で安全なやり方で、保管しましょうと。で保管しながら多分30年ぐらいかかるでしょうねって議論をしてですね、それで30年ぐらい経つといろんなことを、まあ、科学も進んでいくから、うん、ひょっとしたら安定したとか見つかるかもしれないし、うん、まあ、見つからなかったらこういうやり方がいいっていうのは分かるかもしれない、うん、それから30年ぐらい今からかけて、うん、国民の間で合意を作んなくちゃダメだと、うん、いうことを言ってね。で30年経って、うん、合意ができて知見も、うん、あのできたっていうことになると、そこから20年ぐらいかけて処分、うん、あの処分のための設備を作ってね、だから50年ぐらいは、うん、あの埋められませんよと、少なくともね。それだって大急ぎじゃないね。そうで、でそれもあの、うん、もっと時間かかる可能性がありますってはっきり言ってるんですよ、うん、だからあの基本的には学術会議の提言が言ったのは今埋めちゃダメですという提言なんですね、うん、ところがあの経産省は、うん、
これずっとやっぱり自分たちの息のかかった人を集めて審議会作って、うん、そこで議論してるんですよ、うん、でそこでの議論ではこの学術会議の提言っていうのは、まあ、時々ちょっとねなんかそんなこと言ってる人もいましたけど、うん、ぐらいの、うん、程度でしか触れられてなくて、うん、資料詳しい資料も出されてないし、うん、ほとんど議論しないまんま、うん、もう埋めるしかありませんと、うん、でもう一回繰り返していいですか、うん、12年と15年にこの原発問題に関してこの学術会議の人たちがどういうふうに処理したらいいのかというのを考えて、ちょっとそう簡単に埋めるみたいな話にはならないですよと提言をしたと、はい、うん、だけど経産省の方はとにかくこの問題を早く処理したいと、いつまでもフレゴンバッグがその辺にゴロゴロ転がってたら格好悪いし、しかも放射能がもう早くなくなったことにしたいと、そういう思惑があるから、あ、貯蔵施設は作ったと、じゃあ貯蔵して、まあ、地表に近いところにそこに今入れたりしてるわけだけども、学術会議の方はそんなになんか短いスパンで処理できる問題じゃないと、はい、もっと長くこれ携わっていかないと、まあだってあれだってね、10億年かかるとか言われてるわけだからね。今の科学じゃどうにもならない、うん、ならない、まだ分かりませんよ。放射性廃棄物が出てきたときに地下処分するのに適したところはこういうところでマップを作って、こういう色合いで区別しますよってのは経済産業省が言ってるんですけど、ええ、要するに学術会議はいやそんなこと言えるはずないでしょって言ってるんですよ、うんうん、だけど、うん、経産省はとにかくもう、うん、早く埋めて、うん、見えなくしちゃいたいっていうのがあるから、はいはいはい、それを急いでやるために、うん、自分たちの審議会にそういう反対を言わない人を集めて、うん、それで第三者の意見を聞きました。その審議会にそういうことを言わない人たちっていうのは、それは学者さんなんですか？学者ですよ。学者でも、はい、そういうことを、まあ、だから本当の地質学の専門家なんていうのは、まあ、うん、1人とか2人しか入ってないんですけども、うん、そうじゃない人もたくさん入れて、うんうん、それでまあしょうがないですねと、うん、まあ、で特にヨーロッパはすごく安定した地盤があるんですね、うんうん、だからヨーロッパでは今埋めるっていう方向で話が進んでるんですよ、うんうん、フィンランドのオンカロとかもそうですよね。そう、スウェーデンもドイツもみんなその方向で、はい、うん、でもまあドイツなんかそれでもまだ見つからないって言ってますけれども、うんうん、そういう方向で言ってるもんだから、いや諸外国はみんな埋めるって言ってますよねと、うん、日本も埋めるしかないでしょっていうような感じで、もう埋めるありき。日本はだって火山がいっぱいあって地震、日本には、ね、もう埋める場所ないっていう意見の人もいるわけだからね、うん、でそれが経産省は早く片付けたいと、はい、それに学術会議はその問題についてずっと提言をしてたと、そう簡単にはいかないよと、はい、でそれがもうもともと学術会議と経産省の間には根本的にその流れがあったってこと ありますね。だから学術会議っていうものは、うん、一応法律の学術会議法っていうのはあるんですけど、うん、第1条で、うん、あ、じゃあ第2条か、うん、この学術会議っていうのは日本の科学者をね、うん、まあ、国内に対しても国外に対しても代表するものですよっていうふうに書いてあるんです。要するに最高権威なんですね、はい、と法律にちゃんと書いてあるんです、うん、でその学術会議がいやこんなの埋めちゃダメですよって言ってるのに、うん、なんか分かんないけど経産省は自分たちの集めた審議会でいやいや埋めた方がいいんですよっていうのを決めて、それで地図まで作っちゃってね、うん、ここは敵地です、ここはダメですとか言って、うんうん、色塗りのマップが出てきましたね、出てきましたよね、はい、うん、それで今じゃあ敵地の中から探しましょう、手挙げてくれたら10億円あげますよとかですね、うん、そういうことを始めてるんですけど、手挙げるだけでね、だけでね、だけで10億円ね、うん、だからそれはもうすっごい僕から見ると、うん、いやそんなめちゃくちゃなことやったってどうせこれねできなくなりますどっかで、うん、だってとりあえず今手挙げただけで10億円って言われれば、うん、じゃあ手挙げようって思うんだけど、うん、北海道で知事は反対って言ってますからね、うんうん、だからその次は進めないんですよ、うんうん、でそしたら今やってることっていうのはもう経産省がやってるのはもう壮大なる無駄な事業、うん、だけどそれでまあいろいろこうお金もね、うん、儲かる人たちたくさんいるから、うん、やってくれやってくれという話もあって進んで、でも何かあった場合ってそれ誰もその進める人って責任取れないし、うんうん、間違った方向に行ったらまたまたすごいお金がかかるよね。そうです、うん、だからものすごいもしかすると無駄をやってる可能性が高くてですね、うん、はい、だからなんか学術会議は無駄してるから、うん、行革の対象だとか言ってるじゃないですか、うん、はい、
だから僕から見ると、いや、そうじゃないでしょと、うん、もうあの経産省のこの事業をまず業格対象にしてください。こっちの方がどれだけ無駄になるかわからないぞと、うん、金額にしても金額だってもう全然大きいしね、はい、だって学術会議年間10億円でしょ、はい、で半分ぐらいあの事務局の人件費です、そうです、うん、で本当の活動に 使われてるのはもう2億とか3億で、うん、であの1回あの会議に出たら2万円、うんね、あの遠くから出てきても2万円ですよ、うんうんうん、それがあのやってるうちに会議たくさんやるもんだから、うん、予算が足りなくなるんですよ、うんうん、去年なんか途中からもう手弁当でお願いしますと言ってやってんの、はあ、僕はこれはねあのなんかよくわかんないけど自民党の人たちは金出してやってんだ、国民の税金をね、うん、出してやってんだから、はいはいはい、その口出して当たり前だみたいなこと言ってるじゃないですか、うんうんうん、だけどその国民の税金ってのは少なくとも自民党のもんじゃないからねというのを一つ言いたいのと、うんうん、それからあのこれ法律でこれも本当にね第1条に書いたんですけど、うん、この学術会議の経費は国庫が負担するって書いたんですね、うんうん、要するに国が出しますよ、うんうん、でこれはあのこういうこといちいち書かないんですよ、予算っていうのは別に法律に書いてなくても、うん、その時々の政府が決めて出せばいいんですね、はい、まあ、国会でもちろん承認されるんだけど、はい、うん、でもこれは書いたっていうことはですね、うん、出さなきゃいけないっていう意味なんですよ、ここに書いてあるから出さなかったらもう違反なんですね、うん、法律違反だってそれでも足りない、うん、っていうか他の国に比べたら先進国に比べたら少ないぐらいだから、うんうん、そのもちろんそのいろんなね寄付を募ってやるとかいろんなやり方もあるけど、うん、でもこれなんでそういうふうにしたかっていうと、うん、要するに国が予算使っていろいろ圧力かけてその独立性を、うん、あの失わせちゃいけないと、うん、だからもう法律できっちりお金は 出さなければいけないよって書いといたってことなんですよ、はい、そうすれば独立性がまだ保たれるだろうと、だから金出してるから口出すぞっていうのはもう法律の趣旨と真逆、うん、なるほど、もう全く理解してない人たちですね、だから僕はね、うん、そういうことどうしてマスコミがちゃんと言ってくれないのかなって非常に不思議なんですよ、でもさ、うん、世の中って変わったね、変わっちょっとじわじわとだけどやっぱり相当変わった、学問に対して尊敬のね尊敬を抱かない人って昔はそんなにいなかったよね、はいはい、ま、待ってください、それで、うん、その根底にはその原発の処理問題が経産省と学術会議の間に横たわっていると、うん、でかつ提言はしてるんだけど世間にはそれが聞こえてこない、諮問しなければてあの、ね、提言投資はできないですね、しなくちゃいけないみたいな、そうじゃなくてもそうでなくても提言してたという話がここまでですよね、はい、でそういう話が下敷きにあって今回 あの学術会議の6人の任命をあの菅政権は拒否したわけですね、はい、ここはどういうふうに、いやこれはですね、うん、あのまあ、にあの任命は確かに内閣総理大臣がするって法律に書いてあるんです、はいはいはい、だけど任命の前提として選ばなきゃいけないですよね、そうです、選考っていうの、うんうん、で選考は誰がするかっていうと学術会議がしますって書いてあるんですよ、うん、はい、で選考は学術会議がしてそれで、うん、あの推薦しますと総理にね、うん、そうすると総理はそれに基づいて任命しますと書いてあるんですね、うんうんうん、であのここはあの、まあ、いろんな解釈があり得るんですよ、それはね、うんうん、まあ、政府が言ってるのはいや一応そういうふうな立て付けになってるけどでも内閣総理大臣がもしかしてなんかとんでもない人がいた時に、うん、それでも学術会議のね言うことを信じて任命しなくちゃいけないのか、例えば犯罪者がいてね、うんうん、犯罪者が上がってきたと、で政府から見るといやさすがに犯罪者は無理でしょと言って任命を拒否しましたと、うんうん、いうことだってあるでしょっていう、まあ、そこまで菅さんたちは あんまり頭が働かないから本当はそういうふうに反論すればいいと思うんですけど、なるほど、ね、だけど反論を与えてどうするんですか、いやだけど僕から言うといや犯罪者でも、ね、いいんですよ、うん、なるほど、要するに、うん、学術会議はそんないい加減な組織じゃないでしょと、うん、日本の最高の良識のね、うんうん、ある組織でしょと、うん、そこがそんな変な人挙げるはずないですっていう前提がまずあるんですね、うんうん、で、じゃあ学術会議と政府とどっちを信用しますかって言ったら、うん、学術会議を信用 しろっていうのがこの法律なんですよ、うんうんうん、ね、過去のこと考えたら、まあ、時の政権はね、まあ、戦争もあったし時の政権はいろんなことをするわけですからね、だからね、あの、うん、いや政府の方が優先するんだっていう、うん、いう場合は例えばカジノ規制委員会っていうのがあるんですよね、うんうん、あのまだできあのなんていうかカジノはやってませんけど規制しなくちゃいけない規制委員会を作ってるんですけど、はい、うん、その規制委員会を法律に書いてあってやっぱり独立って書いてあるんですよ、委員は独立してますと、うんうん、ね、だから変な介入してはいけませんよってことになってるんですけど、うんうん、だけど委員をやっぱり内閣総理大臣直轄なんですね、うん、なんだけど
委員について結核自由っていうのがあるんですよ。要するにこういう人はしちゃいけませんっていうのを書いてある、うんうんうん、でその例として例えばあの禁錮刑以上のね、要するに犯罪者ですね、うん、それから、破産した人とか、うん、いくつかこういう人は入れちゃいけませんよってわざわざ書いてるんですよ、うんうん、はいはい、でそれは要するにカジノ委員会に勝手にやらせればいいっていうことじゃなくて、やっぱりそれぐらいは政府がチェックしますよっていうのをわざわざ法律で予定してるんですね、うんうん、ところが学術会議にはそういうことは一切書いてないんですよ、はい、うん、でそれは何でかっていうと、うん、いや学術会議を信用しましょうと、うん、いうことなんですね。でそれはね、例えばね、特定秘密保護法ってあるじゃないですか、うん、はい、うん、あれで非常に重要な情報をね、例えば戦争に行きますか行きませんかというのでアメリカからいろいろ提供されたと、うんうんうん、それでいや内緒ですけどすごく重要な情報があって、うん、もうあの日本は攻撃されるに決まってるから、うん、戦争することにしましたと、うんうん、ね、言ってアメリカと一緒に例えば中国と戦いますっていう結論を出されちゃったとするじゃないですか、うんうん、でも分かんないですよね、国民にはその細かいことが、はい、それを例えば学者が一生懸命研究してね、うん、で特定秘密に指定されてたんだけどそれを何かの方法で入手しましたと、うん、はい、それでこれはねどう考えても戦争に行っちゃいけない話でしょという論文を書きましたと、うんうん、だけど特定秘密をね、うん、あの勝手にどか誰かそそのかしてもらってきたから、はい、これは犯罪だと言って牢屋に入れられましたと、はいはい、でそういう人は学術会議の会員として推薦してはいけませんっていうことになるんですよ、うんうんうん、もし政府が犯罪者だったらダメですよっていう介入ができればね、はい、うん、要するに犯罪者が誰かっていうのは政府が決めるんですね、うんうんうん、で そうすると法律がいろんな法律がこれから出てくるかもしれないじゃないですか、うん、まあ、昔の治安維持法みたいなね、はい、うん、だそういうことが出てきたときにあの、うん、そこに例えば学術会議はそれに戦おうと、うん、こんなね、法律はダメだって言って戦おうと思っても、うんうんうん、それをその制約するようなことになっちゃいけないから、うん、もう学術会議が選んだ人はそのままね、うん、あの任命するんだっていう風になってると僕は考えてるんですね、うんうんうん、ちょっと話戻るけど私も今回のこと、はい、古賀さんのか言われてることを聞いて、うん、本当にそのこの核のゴミ問題とかがなんじゃないかってすごく思ったのが菅さんのこの間の所信表明聞いてすごい大したこと言ってないんだけどすごく頭に残ったのは原発あのゴミをちゃんとしないと原発動かせないじゃないですか、うん、でそれな、ね、そこ瀬子さん新しいの作りたいみたいなこと言ってたし、うん、それなんじゃないかってすごくやっぱり核のゴミ問題で提言したことが気に入らないということであれば、うん、自然科学系のその推薦された人を除外すべきと普通には考えるんですけど、なぜ6名は人文科学系の人を除外したんでしょうか。いや6名の方々はやっぱりもうその集団的自衛権とかね、うん、それからまあ、安保法とかですね、そういう特定秘密保護法とかそういうものに反対してた人たちで、まあ、主に憲法とかね、そういう行政法とかそういうのをやってる方々だから、うん、それはやっぱり問題だっていう判断をしたんだと思いますけれども、うん、だから そこは僕は そっちがその今回の6人はそっちが主だと思いますね、うんうん、だけどその学術会議っていうのを敵視してるっていうことの理由の一つは、だ2つあって、1つはそのあれですよ、防衛技術の研究開発にね、うん、非常に否定的だと、うん、学術会議がね、うん、それが1つと、それからやっぱり核原発について非常にやっぱり政府の足を引っ張りかねないと、うん、この2つがあるからできればなくなってほしいと、うん、こんなものはね、だって、うん、第三者のご意見を伺ってやっていますっていうためにはもういっぱいなんていうかなっちゃって審議会ができてるわけですよね。だって地層の研究者、はい、政府と違うことを言う研究者を外さなくても、その政府に逆らう6人を排除したら見せしめにはなるもんね。いやもうすごい、うん、影響があると思いますね。だから僕は学者の先生たちには本当にね頑張って戦ってもらいたいんですよ、うん、戦ってもらいたい。そうだけどやっぱりね、孤立しちゃったらダメですね。はい、だから学術会議に対して、うん、なんか古いね、なんだろうな、古いお年寄りの学者が集まってね、うん、なんか自分たちの利権を守ってんじゃないかっていうのは、うん、そういう、うん、
あのイメージ作りが行われてるじゃないですか、はいはい、で、だけどそれでだから多様性のために、うん、今回ね任命拒否したんですって菅さん言ったけど、うん、だけど多様性って言ったってね、で 年寄りじゃ排除するのかって、うん、そんなの菅内閣 の年齢平均年齢あの当時63だしね女性2人しかいないしね、はい、それに比べたらはるかに学術会議の方が多様性あるし、うん、もう若いしね、うん、っていうふうに、うん、そういうことをちゃんとなんていうかな、僕はマスコミがきっちり、うん、なんていうかな、整理してね、うん、伝えていかないと、なんか分かんないけど、まあ、個別に議論はもう細かくなっていって、うん、それであとはもう印象操作っていう感じですよね。みんなで言わないとダメですよ。ダメだよね、うん、これ6人外したのは菅総理のその意思なのか、うん、忖度した官僚が決めたのか、これは小川さんはどうお考えになりますか。いや、これもちろん最終的に決めたのは菅さんだと思いますけども、うん、その前からもう安倍さんの時からそういう話は進んでいたはずで、うん、でそれは安倍政権がまあそういう自民党 の右翼的な保守層、うんのこうまあ代表するような政権ですし、そして杉田官房副長官とかね、まあ、あそこは警察官僚ですけども、やっぱり非常に右翼的な人たちですよ。だからもう共鳴してるんですね。忖度っていうよりもまあみんなでそのやっちまえみたいな感じで進んでると思うので、これ非常に危険な状況になってると思いますね。安倍政権と菅政権の中ではこう官僚は強いっていうイメージ、官邸官僚も含めてあるんですけど、お書きになった本は日本を壊した霞が関の弱い人たちっていうタイトルになってますけど、うん、はい、このあたりはどういうこと。これはですね、やっぱり一番典型的なのは森友のね、うん、文書の改ざんですよね、うん、で赤木さんっていう方がね、うん、まあ、自殺されちゃいましたけど、うん、でこれマスコミのねイメージ作りってすごくこう問題だなと思ってるんですけど、うん、いかにもね赤木さんが弱い人だというように伝わってるんですよ、うん、要するになんか不正にね、まあ、絡んじゃって、うん、それでこうどん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 鬱状態になってね、それで自殺しちゃいましたみたいな弱い人です、うん、でも僕はあの人が一番強かったと思うんですね、うん、なんでかっていうと、うん、要するにあれすごいたくさんの人が絡んでるわけですよ、うん、佐川局長をはじめね、うん、元局長をはじめで何十人もの人が絡んでるのに誰一人声を上げられなかったんですよ、うん、でこれはどうしてですか、うん、これ弱いんですよ、勇気がなかったの、うん、みんな分かってるはずですよ、うん、こんなことしちゃいけないって、うん、で赤木さんが涙ながらにね抗議したと、これすごい勇気ですよ、もう本当にもうその組織の中じゃね浮いちゃって、うん、なんだこいつっていうふうに、うん、まあ、村八分になるの覚悟で言ってるわけでしょ、はいはいはい、で最後も結局自分一人に責任を追いつかぶされて、うん、自分だけやられちゃうんじゃないかっていうのを察知してですね、うん、それでその最後の手段で、うん、まあ、命がけみの告発、その時にみんながその赤木さんの方についてきて怖いけど意見言ってたら今は違った世の中だったよね。いやだから僕ね、自殺した後でさえね、うん、本当のこと言ってくれない、うん、これ何なんだっていうと ね結局ねやっぱり役人が弱いんですね。で弱い最大の理由はね、うん、辞められないからですよ、辞めたら今のいい生活がなくなるから、それからすごくいい約束された天下りがなくなるから、うん、だから僕はずっと言ってるんですけど民間人をね、うん、どんどん入れなくちゃいけない、もう課長以上全部公募にしたらいいと思ってるんですね、うん、で民間で活躍できる人だったらいつでも辞められるじゃないですか、うんうん、だから忖度しろとかね不正をやれって言われたらだったら辞めるよって言えるんですよ、うん、だそういうことをね僕やりたくて、実は公務員改革事務局の審議官やってた時にそういう提案したんだけど、うん、もうすごい反対で、うん、すごいまあ妥協案ちょっとだけ公募っていうのが入った法案作ったりしましたけど、うん、結局安倍政権がね公務員改革やった時には、うん、内閣人事局は作ったけど公募の話は全部落ちました、うん、なんでそんなん自信がないの。だってはっきり言ってこの国で一番いい大学入った人たちでしょ。いやだけどそれ30年40年前の話だから、うん、幹部になるのに30年前でしょ。30年前にテストができましたっていうだけだから、ね、学者の先生たちは大丈夫だよね。学者の先生たちだって少ない研究費でやってるからさ、みんなでここで固まってちゃんとしっかりしてもらいたいけど。いやだからそれだってやっぱりね一人二人って切り崩されていきますよ、うん、ね、お前なんかおとなしくしてりゃちょっと研究費増えるぞみたいに言われれば、うん、研究したくてしょうがないんだみんな。お話伺っててやっぱりでもマスコミはちゃん
と伝えなくちゃいけないですね。もうマスコミが一番勇気がないですよね、うん、マスコミだってお金が欲しいんだもん、ね、いやいや、まあそうなんだろうけども、うん、それでもだってね、ちゃんと現世アメリカなんか見ててもちゃんとマスコミで反対する政権のところもちゃんとあるしね、 そうなんです。その方が健全なんだけど、反対するところがあることが健全なのに、うん、健全じゃなくなろうとしてるのが嫌だよね。私たちから応援されたら広告費だっていっぱい入るじゃんね。古賀さんの著書日本を壊して霞え、そうじゃん、いっぱい見る人が多くて古賀さんの著書日本を壊した霞が関の弱い人たち、新官僚の責任は主演者から発売中です、はい、もう一回言っとく、日本を壊した霞が関の弱い人たち、新官僚の責任は主演者から発売中です。この本面白かったよ、うん、本当に、はい、学術会議のお話も今聞いて少し中が分かったっていうふうに思いましたね、はい、はい、大竹メインディッシュ、本日のゲストは古賀茂明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。文化放送文化放送、大竹まことゴールデンラジオ、ツイッターでのつぶやきです、ミサイル姉妹姉のケイでございますさん、はい、大竹さん、今福市はもろに被爆するからまだ労災認定されてるだけマシです、うん、以前から原発での仕事、原発本体とは関係ない敷地内の仕事でも長年やっていると白血病になったりして、それでも因果関係がはっきりしないから労災にはならなかったんです。労災認定されてる方がまだマシっていう話だよ ね、されてない人がね、まだたくさん、はいはい、いるってことだよね。今日のテーマは今日の私の機嫌です、うん、茨城県土浦市にお住まいの69歳の男性の方、日立のかっちゃん、うん、僕の今日の機嫌はかなり落ち込んだ状態です、うん、今週の月曜日に国税局から書類が来ました、はい、何だろうと思い開けてみると、なんと追徴課税の督促でした、うん、それも平成30年と令和元年の2年分のもので、共に確定申告はしていたのですが、うん、年金と本業の申告が漏れていたとのことで、うん、問い合わせてみると、そういうことなので修正申告をして未納分を納めてくださいとのこと、はい、その後国税局側で両年の修正をした書類が送られてきて、うん、都合10万5千円を納めることになっていました、うん、最寄りの税務署に行って確認して間違いないとのことなので、昨日泣く泣く納めました。ということで今日はめちゃめちゃ沈んでいます。ありゃりゃりゃ、こういうのは絶対忘れてくんないね、うん、漏れもないよね。そうですよね。取り立てるのはしっかりしてて早いけど、もらう方は時間かかってなかなかもらえないですよね。それでこういうのってあるだろう、多分延滞金とかそういうのついたりするんだろう。そういうこともあるんですよね。払うの遅かったら、はい、時刻は間もなく3時になります。大竹まことゴールデンラジオ、はい、時計の針は3時を回りました。大竹まことゴールデンラジオをお送りしています。今日のパートナーは室井ゆずきです。文化放送、大竹まことゴールデンラジオをいただいているお便りです。ココちゃんです、うん、はい、去年室井さんの乳がんを知り、1ヶ月後ぐらいに私も乳がんになってしまい、手術放射線は去年終わりましたが、たちの悪いがんで化学治療が必要と言われ、今年1月早々から抗がん剤治療をしてます。全部で22回ということで、副作用の辛さや一人でがんと向き合う辛さ、何度も心が折れそうになりましたが、室井さんの明るい元気な声にパワーをもらって日々過ごしています。抗がん剤治療もあと8回となり、ホルモン療法5年間と合わせ3週間に1度現在も通院治療してます。これからも楽しい明るい室井さん、そしてヨネちゃんと仲良く幸せに頑張ってくださいね。楽しい番組ありがとうございます。あ、ほらね、室井のなんかあの行動と発言で勇気をもらった人はなんかもう私か、うん、結構落ち込んだんだけど、落ち込むのも飽きちゃったんだよね、うん、途中で。お前のその落ち込むのが飽きるってとかすごいよ。すごいですね。はい、今日のテーマ、今日の私の機嫌、うん、千葉県習志野市にお住まいの女性の方、うん、姉御ばあさん、うん、今日というか数日前から一つの問題に不機嫌です。11月1日日曜日、息子の結婚式があります。
そのため通販でドレスを買いましたが、届いたものが全く表記のサイズと違っていました。バストは7センチほど小さく、丈は18センチも長い。おまけにラメが絡んでチャックが上げ下げできない。クレームを入れたら中国なので関税を通らないかもしれないので、3000円支払うので、それで納得してくれとのこと。私にとって一銭の価値もないものを送られてきて、冗談ではありませんと再度クレーム申請中です。こういう時室井さんならどうします？日にちも迫っているので、近くのレンタルドレス屋さんでドレスを借りて二重の出費と不愉快感でも、でも結婚式は楽しみです。 90% ルンルン 10% 無か。わかる。私、今日さ、いっぱい洋服持ってきて、マネージャーの甲羅くんに渡したんだけど、奥さんに渡してくれって、全然着てない洋服いっぱい入ってんのよ。酔っ払ってさ、通販でさ、いいじゃんいいじゃんって買っちゃうんだけど、あの、なんでこれを買ったのか不思議。記憶にない。そのこうサイズ違いみたいなことも。だけど、それも戻すのもできない。バーゲンで買ったりしてるから。まあでも、どっかでそれは役に立つかもしれないわけだろ、あげたら。だから、あげて喜ばれるといいんだけど、まあ、喜ばれないこともあるだろうとは思うし。今も本当でも、もうみんな当たり前になってるけどさ、通販で洋服買ったりするじゃん。俺はこう、なんかこう、着ないで買うっていうのと思いますよね。っていうか、俺古いから。店員さんと喋りたい。っていうか、着ないで買うのが、同じ M って書いてあって、メーカーで M 全然違うからね。だって、胸囲とか、きっちり、ウエストとかってきっちり分かってるから。書いてあるじゃん。いや、書いてあるけど、でも体型って。伸びるとかね、伸びる素材。そうじゃない。同じセーターでも、なんか、お腹の方が緩くつくって、リブが緩いのとか、きついのとかさ、M でも違う。いや、みんなすごいな、これ通販で買ってって、いつも思ってんだけどな、俺。福袋みたいな感じ。福袋。福袋っていうのは結局、欲しいものがないってことだよね、意味合い的にはね。そっか。それでもなんか買いたいっていう衝動の方が上っていう話だろ。そうかも、ストレス発散なのかも。そうそう、それも俺は、私はね、そう、まあ、福袋もよくわかんないんだけど、でも売れてるしね。メールファックスありがとうございます。この後は大竹紳士交遊録、金曜日は経済学者の金子勝さん、今日もスタジオに来てくださいます。登場です。大竹まこと、1番健康2番3時のおやつは大竹まことゴールデンラジオ大竹紳士交遊録、月経館がお送りします。この道は春には桜が咲く、夏には濃い緑、秋にはイチョウが舞い、冬にはたまに銀世界。なんだ、いつもの通勤路だって結構贅沢な眺めじゃないか。帰り道を少し楽しくする、持ち歩けるショットボトルの日本酒、月経館ザ・ショット。大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。どうも。はい、どうも、こんにちは。はい、私、まあ、久しぶりにあの、国会中継なんかを見てまして、はいはい、どうですか。なんかリモートの仕事が増えちゃったせいで見れちゃってんですけど、はい、なんか菅さんの答弁は、答弁なってないみたいな、僕は感じがしますよ。苦痛がないというか、滑舌も悪いし、本当になんかこう、こう見栄えがしないっていうかね。髪ばっかし。滑舌の悪さは安倍政権を継承してるんじゃないですか。そうそう。でも、いや、安倍さんはそれでもほら、あの勢いで、もし私と昭恵が関わってたら総理も国会議員も辞めてやるとかね、啖呵切ったりするじゃないですか。菅さんほとんどなくて、僕はね、なんか全部答弁見てて、なんか、これ大丈夫なのかなっていう感じを持ちました。正直言えば、今、はい、参議院でやってますけど、今一応用意された質問と用意されたお答えで原稿読んでっていうやり取りですけど、この予算委員会とかでその実質的な本格的なそのやり取りになってくると、答弁能力って当然問われてきますよね。そうですね。今はまあ所信表明に対する答えなんで、もう文章があるじゃないですか。で、読んでるわけですよね。はっきりわかるわけですよ。でもそれでも論理的にはもう
ほぼほぼ破綻してるなと思うようなことが多くて、はい、さっきまあ古賀さんが日本学術会議のことを結構面白おかしく喋ってましたけど、聞いてて例えば10億円を出してるから口出していいとかいう業界の対象を出したら、もうすぐ浮かぶのはあなたが支持しているしたあのアベノマスクは500億円だけどどうなんですかとかさ、ついついこうツッコミがこう入るような中身というか理屈になってない、それで名簿を見てないのに若手や一部の大学に偏りがあると、民間がどうしてわかるんだと、そう6名の名前見てないうちにどうしてわかるんだと、でしかも6名の中に立命館と東京慈恵医科大学、慈恵医科の大学の先生が2人いたけど、この人は偏りをなくするためには残さなきゃいけないじゃないですか、大学から言っては論理的なことを言えば、理由がわからないで6人って言われたら次6人をどう推薦していいのかわかんないよね、そうそうそう、理由がわかんないんだから、理由がわかんない、だから本来なら事前に我々の方針はこれまでこういう方向で学術会議の推薦に対してこういう方向へ変えたいと、もっと大学の偏りをなくしたり若手を入れて民間も入れるってのはどうだろうかって、学術会議に提案をすればいいわけじゃないですか。そうですね、うん、だけど普通見ると学術会議法の17条には、うん、要するに推薦の規定は一つしかなくて、優れた研究及び業績のある科学者のうちから会員の候補者として選考しって、うん、それが法律上のあれだから、うん、そんなこと誰も菅さんが何も、うん、国会でも言ってないし、うん、内閣の閣議でも話題になってないことをいきなり事後的にこんなこと言うとは法律違反でしょ、うん、今までも言われてなかったことですしね、そうそう、で若い人がないって言うじゃないですか、うん、僕それだったらね菅内閣ちょっとね、うん、ちょっと考え直してほしい、古賀さんが言った、うん、言ったかもしれないけど僕が言いたいのは、たかがコロナの岡部三陽が74歳で、うん、学術会議の改ざんをしたね、名簿改ざんした杉田官房副長官は80歳で、うん、一緒に80歳なの、そうだよ、一緒に森友公文書改ざんで一緒にやった麻生さんも80歳で、うん、カジノ仲間で、カジノ問題で仲間の、うん、土地転がし、和歌山の土地転がしの二階幹事長は81歳、あらあら、それから原発再稼働で温室効果ガスゼロは甘利明さんですけど、あれは71歳、なんかね若い人にしてほしいですね。でと怒ってるマチャルはいくつ？僕68になりました。あ、若いだって若くねえよ、ずっと若くないよ、若くないけどね、だからなんか言ってることがなんかこう泥縄で見ないうちに喋ったから、うん、総括見ないのに総括的とかね、うん、なんか俯瞰的とか言い出したり、うん、そのうち若手がないとか一部の大学に偏りがあるとか、うん、後から理由をいろいろつけてるけど、みんな理由になってないっていうね、うん、でも見てなくて決められないと思うんだけどな。いや、僕もそう思うわ、見てないのに喋っちゃっていいの、うん、じゃあ杉田さんが見てるんだったら、うん、杉田さんが出て、うん、直接選んだならその人にきちんと答弁させなきゃいけないでしょ、うん、そうですね。だけど杉田さんが選んだとなると法律違反になっちゃいますよね、そうですね、総理が任命するっていうことになってますもんね。任命その点で拒否しちゃってるけど、うん、法律違反を犯してるかどうかきちんと追及しないといけないですよね、うん、だからこれ出ないっていうふうになると、うん、証拠隠しとか証人隠しみたいのは森友家系桜を見る会でずっとやってたことも同じことやってませんか、うん、国会でこれやってるんだけど、どうもこう質問等のなんかこうやり取りがこう納得できないんだけど、これはいつまでもこういう状態が国会は続いていくんですか。いや、だから普通の人の生活にあんまり関わりがないと思ってるから、これ粘っていけば森かけと同じですよね、桜で。とにかくなし崩しにしようっていうのが今の菅政権のやり方なんですけど、このやり方はもう安倍さんのやり方でみんな飽き飽きしてるので、多分ね、そんなに支持は集めないと思う。実際に女性の支持率は急激に落ちてるから、うんうん、これ続けていくことは僕は無理じゃないかなと思います、うん、でその上で
まあ、いろんな政策あるじゃないですか、はい、2050年温室効果ガスゼロっていうの、はい、でも原発だっていうのははっきり出てきちゃったじゃないですか、うん、原発も頼りだと、うん、でも菅さんが言っている、うん、あの既得権益を打破して規制緩和するとか言ってんだけど、うんうん、電力大手の既得権益を守ってる岩盤規制そのものが電力じゃないですか、そうですね、この地域独占、うん、だから無理くりあの地域独占にとって有利なでかいエネルギー、うん、石炭火力とか原発を動かしたいっていう、うん、そういう状態なんで、うん、本当の意味で変えようとしたらそこをとにかく変えていくことが必要なんだけど、うん、一言も具体的な方法論は言ってないと。しかも30年先ですからね。そう。でもう一つ先で言うとコロナの対策についても、うん、彼は言ってることはほとんど安倍さんが言ってる間違った政策そのものですよ、うん、あ、そうなんですか。だって、うん、検査能力を1日20万にするって言ってたのは安倍さんで、はい、ちっとも実現してないじゃないですか、うん、で今もあのよくて2万人超える日がありますけど、うんうんうん、週末なんか行ったらもう1万どころかもうね5000とか8000とかいうところ減っちゃうわけですよ。だから月曜日はすごく減っていくわけですよね、日曜月曜って。で、あの医療資源を重症者に集中的にまくあの集めるっていうふうに投与するって言ってるのも変わんなくて、結局軽症者とか無症状者をきちんと検査しなければいつまでたってもなくならないわけじゃないですか。でその問題についてやらないで20万人の検査をするって意味ないじゃないですか、うん、で今でも実態としてはあの世田谷方式がどんどん広がって、うん、いろんなあの東京はそうですけど、うん、区では、うん、あの介護施設とかね、うん、学校や保育園とかそういうところを定期的な検査をしましょうみたいに、うん、だんだんなってきてますよね、うん、だけど政権の真ん中がそういうことを妨害するような、うんうん、まあ、厚労省が全体がそうやってるとは思わないけど、厚労省のある部分はそうやると妨害し続けて、岡部参与なんかたかがコロナつってそういうことを続けてきたわけですよ。でそれを追認するような話はしちゃいけないし、だからワクチンもねどんどん来年前半でやって、いや僕がなんか人体実験じゃないかと思うのは横浜球場で、はい、なもう 80% 入れてね、もう要するに満席でやろうとかね、うん、まあ、実際に普通の人はみんな、うん、あの券を買ってないんで、うん、安心ですけど、うん、なんかそういうこう何でも何にも検査もしない抜本的にやらないのに経済活動再開という無茶なことをやってるように思う。それからもうこれだけこう病気のことが分かってきて、この先にあるのは抗体検査して一度抗体できた人が二度かかることになってきちゃったっていうのが、抗体がすごく早くなくなるっていう説がだんだん有力になってますよね。中和抗体がなかなかできないっていうか、交差免疫と、うん、なんか自然免疫の間が非常に変な関係があって、まあ、なかなか今までは抗体がねこうみんな体に免疫ができればこれは収まっていくっていう方向だったんだけど、ここら辺ももうちょっとなんかこう、ね、議論を進めなくちゃいけないと思うね。それもあるし、うん、ネイチャーレビューで有名な国際誌の見てるった中で16日ぐらいで重症化する事例があるっていうことを指摘してて、つまり中等症になり重症になってそれで死ぬっていうんじゃなくて、で毎日の記事で大阪が今度すごい死者数がすごく増えてるんですよ、今すごい 1.4 倍ぐらい、第1波に比べると、うんうんうん、でその中で重症の例えば ICU とかあるのに入らないうちに亡くなった方が6割なんですって。え、そんなにいるの？じゃあもう早いってこと？早いの。だから検査なんかしてない、維新とかがみんなほら世田谷なんか妨害してますけど、うんうん、彼らのせいね、まあ、僕はちょっと、うん、あの問題があるなと思うんだけど、うん、そういうなんか検査をしないでイソジンとかやってんだけど、結果として非常に危ない危ない事態が起きていて、今も感染者数が多いし、やっぱり大阪の死者が非常に大きいのと多いのと、それから今北海道が一番早く冬が来るんじゃないですか。北海道の感染がすごく増えていて、で陽性率が 4.4 とかね、あつまり普通検査して1から 2% なんですよ、うん、陽性率は、はいはい、それが倍ぐらいだから、うん、結局検査が行き渡ってないってことですよね、うん、それでやっぱ GoTo の影響だと僕は思うんですけど、うん、かなり冬場になってきて、うん、
北海道でこういう風な事態っていうのは、うん、冬場になったら警戒しなきゃいけないっていうサインなんじゃないかなっていう風に僕は思ってるんですけど、世界を見ててもヨーロッパとかアメリカとか大変なことになってて、いやヨーロッパもロックダウンですから、うん、フランスもね、それからドイツもそうですね、スペインは非常事態宣言で、うん、イタリアは、うん、飲食店とか夜間禁止ですし、フランスはでもね1ヶ月って言ってたよね、そうバカンスで、うん、だから GoTo と同じで GoTo 再延長とか言ってるけど、うん、フランスはバカンスやって、うん、結局また再爆発しちゃったっていうね、うんうん、僕一番恐れてるのは、実は心の中で恐れてるのは、来週の水曜日にアメリカ大統領選があると、うん、でもうすごい感染じゃないですか、でトランプの支持率がそのまま出て、うん、で負けるとすると、うん、トランプは辞めない可能性があって、うん、訴訟を起こすとか、うん、最高裁の判事変えちゃったりとかやってるじゃないですか、うんうん、そしたら世界一の GDP の国の大統領が決まらない状態で、そうだっていうことが起きたら、もう俺株価がもうガタガタに落ちたりすごいことになるんじゃないかなって、経済も郵送の形が増えたりして不正がいっぱいあるから、その選挙結果が公正ではないっていうことをトランプさんが言い出してっていうことですよね。僕らはやっぱりね、検査を徹底して、それでやっぱりあのなんていうんですか、今1割 1% の人が感染してても 99% わからないから、みんな経済活動自粛しちゃうわけですよ、萎縮していく。だから検査して隔離してって当たり前のことをとにかく徹底的にやることによって経済活動を自由にしていかないと、お金ばらまいてるだけじゃもう限界ない気がしますよ。やっぱりきちんと飲食の人なんかもやっぱりね、新宿なんかのインタビューを見てると、ちゃんとね全員ロックダウンでもいいからやって検査をしてほしかったみたいなインタビューが出てきてますよね。このままいったら潰れていっちゃいますから、どんどんやっぱ何とかしてほしいなと、本格的なコロナ対策がやっぱり最大の経済対策のような気がしてますね、僕は。なるほど。やだ先生、ぴったり終わったよ。ありがとうございます。ごめん金子先生ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。はい、山崎大竹の今日の一枚、山崎さんがお送りします。はい、神奈川県横浜市、ラジオネームラジコヘッドさん、うん、33歳の男性の方です。今日の私の機嫌はとても良いです、うん、夕方から2週間ぶりに献血へ行くからです。献血ルームの皆さんは優しいだけではなく、心から感謝を示してくれます、うん、世の中何かとピリピリしていると感じることもありますが、献血ルームの皆さんに優しくされると気分がとても良くなります。スタッフの皆さんに会えるのが楽しみです。私も献血してみたい。よく B 型が足りませんとか書いてあったりすると飛び込みたくなるんだけど、私狂牛病が流行った時にイギリスにいたから献血しちゃダメなのやってみたい。でもこの方はこうもう何回もしてるのは、うん、立派だよ、ね、そうだよね、うん、でこのスタッフさんなんかみんな優しくしてくれるんだね、うん、はい、皆さんも日々思うこと、伝えたい言葉、未来へつながるメッセージをお寄せください。宛先は郵便番号 105-8000 に文化放送大竹まことゴールデンラジオ大竹の今日の一枚の係までお願いします、はい、メールファックスでも受け付けています。このコーナーでご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカープレゼントします。ご意見お待ちしています。山崎大竹の今日の一枚、山崎パンがお送りしました。大竹まことゴールデンラジオ、張り子のまこちゃん、今日の当選者は神奈川県高座郡にお住まいの井だるまとさん、あなたです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、東京都狛江市にお住まいの84歳の女性の方、黄昏おばさん、うんうん、毎日楽しいことがないですが、でも聞いてください。最近3代目のノートパソコン買いました。友達は年のせいかこの頃パソメル交換してこなくなりました、うん、いつも手芸をしながら聞いていますが、小物作りばかりです。早くできるので出来上がりを早く楽しめます。今ハート型のストラップに凝っています。かわいいですよ。
ハート型のストラップって、あ、携帯のか、うん、まあストラップね、太鼓のもの作り大好き、うん、はい、今日びっくりしちゃった。何を？マシャルが時間たぴったりに終わしたんだよ。そんなに興奮するの？ここまで興奮するか、ね、初めてじゃない。確かにぴったりでしたね、うん、はい、なんかあるかもしれないね、うん、東京都足立区にお住まいの46歳の男性の方、パオ太郎さん、うん、最悪です。昨夜に食べたイクラ丼の大盛りにウニ丼の大盛り、甘エビ丼の大盛り、今朝なってしまいました。痛風に、足の甲がクリームパンのように膨れてパンパン、サンダルも入らなくて裸足、これは痛い、激痛にのたうち回ってます。今日からロキソニンと湿布の毎日になりそうです。住んでいるアパートが3階建ての3階なので、お店に寝泊まりさせていただきます。なんでいっぺん食べんの？ウニとイクラってエビとさ、3日には1日間空けて分けて食べればいいのに、はい、しかも痛風な、明日痛風になりますよって話だもんねこれ。東京都葛飾区にお住まいの53歳の奥様、ペペさん、うん、毎週金曜日は8時からテニスをしています。テニス歴は長いのにテクニックは反比例ですが、たまに決まると嬉しいです、うん、今朝のゲームではダウンザラインは決まるわ、バックボレーは決まるわ、サービスエースまで取りました。ご機嫌あげあげでお昼からビール飲んじゃってます。毎回そうだといいんですが、持続することに意義があると思って頑張ってます。気温の変化が激しいので、皆様お体ご自愛ください。特に大竹じいちゃん、いつまでも元気で吠え続けてくださいね。ダウンザラインが決まりましたか。決まりました、ね、ね、コーナーのね、コートギリギリにね、あ、こういう人がイクラ丼とか食べていいんですよ。何にもしないでイクラ丼とかウニ丼とかエビ丼とか食っていっぺんに、うん、そうだよね、食べたくなっちゃった、うん、これ買ったらもう分かりきってる話だよな、うん、これ、はい、はいはい、太田さん4日ぶりなのに何も衰えてないね、すごいね。やっぱり頑張りたいと思います。昔取った絹塚というか、もう全然だからね、うん、金曜日は金曜日でね、また昔通りで、ここはここで安心して聞ける感じがするよね、うん、はい、また来週です。さようなら。